には今日はこちらを紹介します。2つ箱がありますね。この前コメントでねリクエストがあったので買い求めてみました。ハートカンパニーというおもちゃですね。私はねちょっとわからない世代というか、おそらく高価なおもちゃだったので目にすることがなかったと思います。ではこちらから見ていきますね。何が入ってるでしょうね。オープン。はい、新品です。すごい、これすごく昔のものなんでしょうけどね、どうも新品ですね。これ何なんでしょうかね。これはとってもおしゃれな私のバスタイムって書いてます。お風呂で使えるセットなんですね。で、あ、女の子の心に芽生える綺麗なものへの憧れを大切に育てたい。なるほどね。お、こんな感じね。わあ、おしゃれだね。これはお化粧セットですね。まあ、これも欲しかったな。あとこんなアクセサリーとかポーチとか。ああ、女の子が好きそうな、いいですね。わあ、これを見て思い出した方もいるでしょうね。これはフェイスソープ、お顔を洗う石鹸、石鹸というかソープと、お、ちょっと黄ばんでる。これでお顔を洗うのかな。これがボディシャンプー入ってます。これ使っていいんだろうか。さすがに古すぎてダメでしょうかね。こちらがシャンプー&リンス。ちょっと開けてみようかな。うん、なんか懐かしいな、この匂い。この匂い嗅ぎたいよね。匂いまで届けられないのが残念ですね。こちらがハート型のボディブラシ。ここに入れてお風呂場に置いてるだけで可愛いですね。これは1990年頃ですね、発売されたのがね。これまでね大事に保管されてたんですね。もうつくづく毎回感動します。でこちらはちょっと置いといて、ファジーランドリー。これは新品なのかな。ちょっと開けてみましょう。色が変わっちゃってるもんね。よいしょ。ああ、サラダ、サラでしたねこれ。ああ、きれい。電池を入れるんだよな。今回も単1とか単2とかかな。電池を入れまして、スイッチオンしますよ。スイッチオン。はい、つきません。またですか。